中学2年生英語。はい、こんにちは。中学2年生総復習の2回目ですね。はい、やっていきます。1番です。何々があります、います。覚えてますかね。 There is、 There are の形ですね。その後に来る何々がの部分が単数形であれば is、 複数であれば are を使います。 There is、 There are、 何々があります、います。この形を使っていろいろ文作っていきましょう。まず2番、テーブルの上に一つのオレンジがある。はい、一つの単数ですんで There is ですね。はい、一つのオレンジ、 an orange、 母音から始まる orange なんで an にするのを忘れないように。はい、テーブルの上には on the table ですね。 There is an orange on the table。はい、こんな感じになります。何々がある、一つのオレンジがある、何々の上に、そのテーブルの上に。あるものが先に来て、場所はその後ろに来ます。今回で言えば、on the table の部分ですね。はい、この語順を忘れないようにしましょう。3番は疑問文、その庭に2匹の犬がいますか。同じく、there is、there are の形を使うんですが、疑問文の作り方は、be 動詞を文頭に出す。だから今回、2匹。複数のものが後ろに来ますんで、are there の形になります。はい、2匹の犬、後ろにつけましょう。two dogs。その庭に、in the 庭、garden ですね。are there two dogs in the garden? 訳はこんな感じ。何々がいますか ?2 匹の犬がいますか何々に、その庭に。はい、これに対してのはい、いいえの答え方です。Are there? で聞かれてますんで、はいの場合は Yes, there are。 いいえの場合は No, there aren't、まあ、もしくは Are not、 短縮形にせずに答えてもいいですが、こんな感じの返答になりますね。はい、4番です。 There are not any pictures in the room。 これ今度否定文の形、否定文の作り方は There is、 there are の後に not を置きましょうというものでした。 There are not なんで何々がない。で、否定文の意味は全くとか一つもっていう訳し方をするんでしたよね。だからこの文の意味は何々がない、全くない、絵が全くない、何々には、その部屋には絵が全くないとなるんですが、この全く何々がないという表現の仕方、こういう表現もできます。 There are no pictures in the room。 こういうこともできます。はい、No っていうのは全く何々ないっていう意味ですね。だからここ何々があるなんですが、 No が後ろに来るから全く何々がありませんという意味になります。はい、全く絵がありません、何々に、その部屋に。つまりさっき訳した There are not any pictures in the room と意味的には一緒。否定文に any なんとかっていう形と、肯定文の形の後ろに No なんとかっていう形はどちらも訳し方が一緒です。はい、5番目です。机の上に何冊の本がありますか。何冊のっていうのは Yes, No で答えることができませんね。数を尋ねる表現、 How many プラス複数名詞、複数形にするのをここ忘れないでくださいね。今回は本の冊数を聞いているんで How many books ですね。はい、複数形しましたんで、ここもそれに揃えて Are there になります。残り机の上に On the deskつけて、最後クエスチョンマークをつければ OK。 How many books are there on the desk? 訳はこんな感じ。何冊の本がありますか、何々の上に、その机の上に。はい、6番、あなたの町にはいくつか川がありますか。疑問文ですが、いくつのではなくていくつかなんで、普通に Yes, No で答えられる文ですね。だから Are there 何々がありますか、いくつか川がありますか、なんで Any 川は、はい、リバーですね。で、any がついたときには複数扱いになるんで、s つけましょう。any rivers。はい、残ったあなたの町には、in your town。疑問文ですね。クエスチョン忘れずに。はい、訳はこんな感じ。何々がありますか、いくつか川がありますか、何々に、あなたの町に。はい、7番、テーブルの上には一つもカップがなかった。順番に書いていきましょう。さっきも出ましたが、一つも何々ないっていう時には2パターンありますね。で、かつ今回は過去形の形ですね。なかったですから、まずは
こっちで書いていきましょうか。 There were 否定文の方 Not any cups テーブルの上には On the table。 はい、否定文での any 何々は何々が全くないでしたね。今回は過去なんでなかったというふうになるわけです。で、もう一パターンの方はこうなります。 There were、 これは肯定文のままで書きます。その後に No をつけるだけ、残りの部分は一緒、 Cups on the table を後ろにつける。で、こっちでも There is no 何々、 There were no 何々の形で何々が全くなかったと同じ意味になりますよ。はい、否定文で any がついた形、そして肯定文で no を前につける形、どちらも何々が全くないになるというのを覚えておきましょう。8番、昨日この辺りに自転車がありました。はい、ありました。なんで過去ですね。 There was 自転車が a bike で、この辺りにという表現なんですが、何々の辺りには around、 このなんでここの辺りにですね、 around here。で、昨日っていう時間を表す表現は場所よりも後ろに書きます。だから最後にこの昨日を表す yesterday をつけて終わり。場所と時間、これ両方書くときには時間が後です。場所の方を先に書いて時間を最後につけましょう。はい、訳はこんな感じ。何々がありました、1台の自転車がありました、何々のあたりに、このあたりに、昨日。はい、そして9番、グラスの中に水は全くない。はい、全くないですね。まあ any使わずにやってみましょうか。さっきの No の形です。 There is no water in a glass。 はい、さっきも言った通り There is no で何々が全くない。はい、水が全くない、何々の中に、一つのグラスの中にと、まあ訳はこういうふうになるんですが、さっき作ったテーブルの上に一つもカップがなかった、こっちは there were と複数の時に使う be 動詞を使っているのに対して、今回のこっち there is 単数の時に使う be 動詞を使ってますね。この違いについてちょっと説明します。さっきのこっち there were の時にはのカップスと複数形になってますね。ただし今回のグラスの中に水が全くないの時のウォーター、これには S がついてません。これどういうことかというと、ウォーター、水っていうのは不可算名詞、数えられない名詞でしたね。数えられない名詞っていうのは複数形にすることができません。だからそれに合わせてここでは B 動詞 is を使いますよと。逆に言えばここカップス、カップっていうのは1個2個と数えることができます。数えることができるから複数形にして B 動詞は w を使いますよということになってます。加算名詞の場合は No がついた場合は複数形にして A とか w を B 動詞として使う。不可算、数えることができない名詞に関しては複数形にできないので、そのまんまの形で置いて B 動詞は Is とか Was を使います。一応こういう違いがありますよと。で、今加算名詞、不可算名詞という言葉が出ていましたが、これをまとめましょう。まず加算名詞とは、これ数えられる名詞のことで、あとかあんをつけたり複数形にすることができる名詞のことを言います。加算のかっていうのは可能のかですね。可能性とかのか、できるっていう意味です。算っていうのは算数の算ですから、計算のことね。数えることができる名詞で、加算名詞にしか使えない表現、不加算名詞にしか使えない表現っていうのが何個かあります。はい、このたくさんの加算名詞の場合は many を使いましょう。そしてその逆、少しのは a few 何々という形を使います。で、この a few の a がなくなると訳し方が少し変わって、ほとんど何々ないという形になるんで、この a のあるなしで全然意味合いが違いますよというのを覚えておきましょう。 many、 a few、 few、 こいつらは加算名詞にしか使えません。はい、一方で11番、不加算名詞とは、不加算名詞とはその逆なんで、数えられない名詞のことを言います。あとかあんをつけたり複数形にもちろんできないよと。数えられないから一つのとか一人のとかっていうああんをつけることはできないですし、数えられないんだから一個二個と複数形にすることもできませんよと。
で、例を書いてください。7つ不可算名詞を書けという問題なんですが、この下の 意味というか、なんやろな、ジャンル分けを書いておきましょう。ウォーター、まずこれさっきも出ましたが、液体は不可算名詞です。で、トンみたいな人名、人の名前、あるいはアメリカンみたいな国名、まあ、要は固有名詞ですよね。こいつらも数えることができない不可算名詞。そして形のないもの、例えばニューズとかインフォメーションとか、ニュースってどんな形をしている、インフォメーション、情報ってどんな形をしている、形のないものは数えることができません。そしてこういうのもそうです。サイエンス、教科、もちろんマス、数学とか、アート、美術とか、何でも教科全般不可算名詞。そしてミート、これお肉のことですけど、食材も不可算名詞扱いになります。あとは身近なところではスポーツ、テニスとかサッカーとかベースボール、何でもいいですけど、スポーツも不可算名詞ですよ。で、この不可算名詞にしか使えない表現っていうのがいくつかあります。それが、はい、マッチ、そして少しのは、あ、リトル。さっきのフューと同じで、あがなくなってリトルになると、ほとんど何々ないという意味になります。もちろんリトルには小さいっていう意味もあるんですが、その後に不可算名詞が来た時には、このほとんど何々ないという訳し方になることもあるので覚えておきましょう。はい、そして最後12番、加算名詞、不加算名詞、どちらにも使える表現です。はい、たくさんのとかっていう時には、この a lot of 何々、これはどっちにも使うことができます。で、これの仲間で lots of っていう表現もあるんですが、この2つはどちらも加算不加算、両方に使うことができます。ただし気をつけないといけないのが、加算名詞の場合は a lot of、lots of、どちらもその後、複数形にしないとダメですよっていう決まりがあります。あとはこういうものもそうです。いくつかのを表す some、 もしくは any ですね。こいつらも加算不加算は関係ない。ただしさっきと同様で、加算名詞の場合は some、 any の後は複数形にしましょう。はい、ラスト、全く何々ない、今回何回か出てきましたが no、 こいつも加算不加算、どちらにも関係なく使うことができます。はい、というわけでちょっとややこしい部分ですね。加算名詞とか不加算名詞っていうものが出てきて、それが there is there とどういうふうに、一緒に使うかっていう話でした。しっかりと加算名詞、不加算名詞に関しては、ここから先中学3年生内容入っていきますけど、そこでもミスりやすい部分なんで、しっかりとここで押さえておきましょう。というわけで以上です。さよなら。